では、知人と集まっての、じゃあ次始めます。先ほどでその R とバイオコンダクターの使い方をざっくり説明してきたんですけど、次は、RNSec を、例に、より進んだ解析の話をしたいと思います。でこれに関してもさっきのサイトにこういう資料があります。で、チップセックもやろうと思ってたんですけど、ちょっと時間なさそうなので、それも全部 ありますので、後でやってみたらいいんじゃないかなと思います。で、次世代シーケンサーの原理とかはもう大体大丈夫ですかね、分かってますっていう。はい、行きましょう。次世代シーケンサー、イントロをちょっと早めに合わせていきます。英語ではマッシブリパラレルシーケンサー、DNA シーケンサーって呼ばれていて、基本的には、大きい顕微鏡です。 CCD カメラがついている顕微鏡で、それが今までのシーケンサーと違うところなんですけど、基本的には生体由来の DNA 断片がたくさん読めますよという機械です。で、全ての RNSec とか Exome とかいろんなアプリケーションありますけど、全てのシーケンスはもうこういう形になってます。生体由来の DNA が真ん中に入って、左右に進化するための特別な配列っていうのもあります。で、例外なくこうなってます。で、いろんなタイプのシーケンスあるんですけど、大体がこういう構造と言って、片側の場合もあるんですけど、大体こういう構造です。で、それがこうガラススライドがあって、小学校の理科の時にスライドガラスとかあったと思うんですけど、まさにあんなような感じのガラスの上にこの端っこの配列がいっぱいこう生えてるわけです。生えてるので、そこにこの DNA を大量にバーッと入れると捕まると。で、そういった状態にしておいて、捕まった DNA を、一つずつこう DNA をそこで合成していくんです。で、その時に A なら A、T なら T の違う色の光が発せられる。なのでその液にまず A が光ってるものを入れて写真撮ります。 G 入れて写真撮りますってやると、例えば50ベース読んだったら50ベースかける4色の画像データが出てきます。でそれがこういう形で出てきて、でそれを画像解析して、そこの色の順番を見ていけば ATTC っていうのが、どういう順番であったかっていうのを調べることが可能です。で今回そのイルミナーの、プラットフォームを使って説明しましたけど、こういったことですね。で、何ができるかっていうことなんですけど、ここでは、ネクストジェネレーションシーケンサー、あまりいい名前じゃないんですけど通用してるので、短く書くときはこうやっちゃってますけど、 NGS で何ができるかっていうと、オミクスのいろんな解析ができます。要はその DNA 断片を大量に読む機械なので、スタートの DNA を工夫することで、いろんなことができます。例えば今日話す RNSF というのは RNA を生体から取ってきて、それを一旦、シーケンサーで読める安定した PNA の形に変逆転写します。それを CDNA と呼びますけど、 CDNA にして、この形に持っていけさえすればシーケンスができて、それは RNSF と呼ばれます。RNSec とか何とか sec って言うんですけど、結局 DNA の配列断片がたくさん出てくるだけで、それが、区別できるように名前を作ってるわけです。やってることはもうここからしたら全部一緒で、例えば、ヒトゲノムとかを取ってきて、それを全部読めばゲノムシーケンスになるわけです。全ゲノムをこういう形にしてあげると。で例えばエクソンタンパクをコードしているリージョンだけを、何らかの形で演立することができて、そこだけを読めばエクソームと呼ばれるし、例えば患者さんの、疾患に関わるリージョンだけを PCR で増やしまくって、そこだけを読むとアンプリコンシーケンスになるし、例えば、タンパク質と DNA がこう結合
しているところを、濃縮してここだけ読むとタンパクと DNA のインタラクションが読める。それがチップセックなんですけど、そういうことができる。なので大量の短い断片がとにかく集まるっていう実験なんです。で、まあ、これが何で注目されてるかっていうことなんですけど、非常にその高速化、低コスト化していきます。例えばイルミナハイセック2000で、まあ、僕がこれだけデータあれば解析してもいいかなと思えるぐらいの量のデータを取ろうと思うと、1回のランで、48サンプル、1回だったらちょっと一発からすごい高いのかなんですけど、なんかサンプルあたり 4.1 万円なんで、マイクロアレイだと、10万から15万ぐらい実費で多分かかると思うんですけど、それより非常に安くなる。でこれはまだどんどん伸びていて、CPU の速さより速い速さで、例えば来年、今年とか来年ぐらいに出る、ライフテックのイオンプロトンという機械を使うと、10サンプル10万円で1サンプル1万円ぐらいでできる感じになります。でこの機械がいわゆる1000ドルゲノム、人を1000ドルで1人決めるというのを達成する初めての機械になると言われていて、まあ、まだ出てないのでどうなるかわからないんですけど、そういう状況です。でこういう世の中になってきて、誰が DNA 配列の解析をしないかといけないかというと、もう普通の分子生物学者とか生物科学者がデータを解析できないといけない状況になっていて、NGS 現場の会でアンケートを取ると6割の人がもともと実験してたけどデータ解析をもう始めてるっていう人です。で10年ぐらい前、バイオインフォマティクスがウェットの人もできないといけないって言って、僕もいろんなところに駆り出されて話したんですけど、その時は、本当に1割2割っていう世界だったんですけど、もう半数以上が両方やってると。で、研究者だけじゃなくて卓上型のさっき の, あのイオンプロトンの機械もこのくらいで、もう担いで持てそうなぐらいなんですけど、そういったディスクトップ型の、ベンチトップ型のシーケンサーというのが出てきて、お医者さんが現場でやったりとか、遺伝のカウンセリングとかをするような資格があるんですけど、そういう人たちが、実験もできた方がいいって言って、そのシーケンスの解析もしてほしい。でそれで患者さんに説明をできるといいとか、まあ、いろんな人が対象になってきて、で、まあ、今日はその RNSEC のデータ解析を例にするんですけども、基本的にその DNA の配列が出てきてそこから解析するっていう話なんですけども、そのアプリケーションごとに用途が違うので解析がいろいろ変わります。でも基本的に最初にやらないといけないことっていうのは DNA をシーケンスして、そのシーケンスの実験の質がどうだったのか、あるいは元々のサンプルの質がどうだったのかの評価っていうのが非常に重要です。で1回が高い実験なの で大量のデータがで、その結果を解析して自分の実験にフィードバックしたり、実験してくれる人にフィードバックして、より良いデータを取るっていうのが非常に重要です。で、まあ、RNA-seq の場合は、DNA の断片が大量に転移した状態で、それを発現量に変換しないといけないわけですね。マイクロアレイの時みたいにある遺伝子の発現量が、1だったのか10だったのか100だったのかっていうのを、なんか ITTC の配列のデータからそこに持っていかないといけない。それをやる。で、発現量分かったら、やりたかったことは 何かっていうと、何かと何かのサンプルで差があったかとかないかとか、そういう話なので、そういった、より高次な解析をしていかないといけない。大体この3つになっていて、ここまでが、全てのシーケンスアプリケーションで同じ解析です。でそこから下が、チップセック、エキソーム、ゲノムシーケンスによってそれぞれ変わっていくっていうことです。で、そういう流れになっていて、基本的には DNA の断片をゲノムにこう貼り付けてあげて、ゲノムのどこにからない、どのぐらいのリードが出ているか、シーケンスが出ているかっていうのを見てあげるっていう解析があって、そこまでは、R とかではなくて、大量の計算をしないといけないので、専用のオープンソースの、プログラムを使うのは一般的です。
でその後の、まあ、こういったステップに関して、R が活躍、要は数値データになったところ、あるいは数値データを作るところで R が活躍するということです。なのでよりその下流というか上流工事解析のところの話を今日はメインにすることになると思います。で、ここでは RNA セッカの話をするんですけど、できれば知ってほしい、置いてほしいこと、まず前提としてさっき話したような R とバイオコンタクターの使い方を、理解してほしいのと、簡単な Unix コマンドを知ってるとより解析がしやすいです。で今回は今日は、全部 R の中で完結するのでここの部分いらないんですけど、R に持っていくまでのところは、Mac とか Linux とかを前提にしているので、ちょっとだけそういう話が出てくるんですけど、基本的には今日はそこはあって。で、今日の学習範囲なんですけど、RNAseq のデータを使います。で、データの QC とか DNA をゲノムに貼り付けるところに関しては、他のツールでやります。で、発現量、リードの数を発現がこのぐらいありましたっていうのに置き換えるところも、R 以外のオープンソースのツールで計算をした前提で話を進めます。でそのデータを使って、例えばクラスタリングをするとか、発現の差がどのぐらいあるとか、有意な発現差がどのぐらいあるとか、そういった解析をR とバイオコンダクターでしていきましょうという話です。で、ここでの前提はイルミナー排斥を前提にしていて、まあ、それはなぜかというと僕が排斥かつ GA2 しか使ったことはないので、それを前提にします。もう基本的には、どのシーケンサーでも、最終的にこのファーストQっていう DNA の配列が並んでいる。で、かつその DNA の配列の信頼性の値がついているっていう、データファイルがあるんですけど、このファイルから、数値の解析が始まるところは同じなので、そういった前提で始まります。で、一個一個の計算は非常に大変。計算力があるので、実際ここでやってみせることはできないので、どういった流れでやるかっていうのを、理解してもらうっていう形で、説明をしたいと思います。でまず、マッピングというステップがきます。先ほども言ったように大量の DNA シーケンスが出てきます。RNAseq の場合だと、1サンプルあたり2億、実験計画のものですけど、2000万ぐらいから2億ぐらいまでのシーケンスリードが出てきます。でそれぞれのリードが大体50から150ベースぐらいの長さになっています。でそれが読まれてきても、それがどの遺伝子から出てきてるものかを調べないといけない、でそれをするステップが、マッピングというステップです。で、RNAseq の場合は、単にそのゲノム上にマッピングできるわけではなくて、 RNA 由来なので、オルタナティックスプライシングがスプライスアウトされた後の配列を DNA にしたものを読んでいるので、ゲノム上では実際は離れているがシーケンスとしてはくっついて生まれると。なので、スプライシングを考慮してゲノムにマッピングする必要がある。 それをスプライスアライメントっていう言うんですけど、そういうのに対応したマッピングソフトである、ここではトップハット2っていう、これはオープンソースのツールなんですけど、これを使ってマッピングをしています。で、シーケンスの実験デザインにいろいろあって、先ほど
真ん中に生体由来の DNA があって左右にアダプターがあるっていう構造を示していると思うんですけど、それの、左側だけから読むものと左右読むっていう、実験ができます。で、ここではその左右から読んだ、実験を使って、それはあのペアードエンドっていうんですけど、そういったデータを使って、で断片の長さがここでは重要で、その断片の長さがここでは100ベースを仮定しています。で、先ほどからその真核マウス人を前提に話して、医学部なので大丈夫だとは思うんですけど、スプライシングにある、大きなゲノムを追求を前提にしていますが、ここではマウスのゲノムを想定しています。で、マウスのゲノムだから 2.7 ギガぐらいのかな、今の配列があるわけですけども、そこにマッチする50ベースを探しなさいという問題なので、計算は大変なわけです。そのため、ゲノムの配列を検索しやすいようにインデックス化することで計算を早くするという工夫があって、そのインデックス化された配列というのが、ここに落ちています。これはあのトップハットを公開しているサイトなんですけども、ここからそれをダウンロードしておくと、それに対して計算が可能。で、先ほどそのペアのシーケンスをしたんですけど、それぞれが別のファーストキューファイルという形で保存されてくるので、それを実験ネーム、アンダーバー抜けてますけど、アンダーバー1、アンダーバー2、左を1、右を2としています。で、今、あの、アンに左って言ってるのは、ワトソンさんの5ダッシュ側のことです。で、コマンド先に見た方が早いですかね。トップハットが正常にインストールされているコンピューターだったら、このトップハットって打つと、そのコマンドが実行できる。で、その後になんかいろいろオプションを指定しているんですけど、基本的には、出力するディレクトリー名を指定して、その後にインデックス、ゲノムの配列を指定して、その後に、ファースト Q ファイルを順、左側、右側っていうペアの順番で指定するだけです。なので、これをもうコピペしちゃえば、マッピングっていうのは難しいと考えて、大体実行は可能です。で、次世代シーケンサーの解析。って聞くとなんかちょっと難しいのかなと思うんですけど、基本的にこういうコマンドラインの使い方さえ覚えればコピペで一応できることが多いんですね。で、なんか GUI のツールだとコピペでやるってことはできないので、操作を完全に覚えないと再現できないんですけど、コマンドの場合はもうコピペで繰り返しできますので、こういうのを覚えるといいと思います。で、先ほどのそのペアの距離っていうのが大事っていう、それをマイナス R というのでここは指定しているので、自分の実験データが100じゃない場合はそこを変えたいわけです。で、この断片というのは DNA、RNA を DNA にしてアダプターをつけたときに、アジレント社のバイオナライザーで、測定すると思うんですけど、その時の断片の長さの平均を使って指定するわけです。で、その時にアダプターの量からシーケンスしたものの中身の計算というのは推測できますので、それを自分で計算してここに入れます。で、説明してないオプションと一緒に残りこの P っていうやつなんですけど、 P っていうのはプロセッサーのことで、8って書いてるのはプロセッサーが8個あるマシンを今回使っているので、8って指定すると、8個の CPU を自動的に使ってマッピングがされるということですね。なので、例えばこういう Mac Air とかでやるんだったら、今だったらコアが2つなので、ここに2ってやると、他の作業できなくなっちゃうんですけど、計算が。今4個
まあ、その自分のコンピューターのスペックみたいなのをそこに指定すれば。で、そうすると大体8コアで2、3年前ぐらいのスペックインテルの最速の CPU で、どのくらいかな、半インチ。6000万リードぐらいで、マウスだと半日ぐらいの計算ですね。なので今日ここでちょっとやってみることはできないんですけど、まあほっとけば、なんか他の実験とかしとけば、いつの間にかで終わる と、この指定したディレクトリの下にアクセプティッドアンダーバーヒットドットバムっていうファイルができます。で、このバムファイルっていうのはよくこのシーケンサーの業界でよく使われているあのファイル形式なんですけど、基本的には、あるリードがゲノムのどこにあったか、でどのぐらいマッチしてかったかっていう情報が、保存されている。で、バイナリーのファイルなのでメモ帳とかで開いても持ち化けしたみたいな感じで見えないんですけど、そういった形でデータが保存されています。で、まあ、これをいろいろ操作して統計情報を見たりとか、相当したりとかを一部取り出したりというのは、このサムツールズというツールはよく使われていて、これを使うといいと思います。今日はちょっとそこは説明しないです。で、もう少し R 出てこないんですけど、そうしたマッピングの情報、これで読んだものはどこの位置にあるか分かるので、その位置の情報を遺伝子のところにどのぐらいリード数があったか、たくさんあったものは発現量が高いし、少ないものは発現量が低いだろうということで、それを、ある遺伝子あたりどのぐらいの発現量だったかというデータに変換しないといけない。で、それを変換するツールとしてカフリンクスというものを使います。でここではまずみんな同じファイル名なので、単純にファイル名をサンプル、こういうディレクトリの下にみんな同じ名前になっちゃうので、これを全部ファイル名を変換しています。こういう形で変換しています。で、その変換するコマンドが、NV ってものですけど、別にファインダーとかエクスプローラーで開いて名前を書き換えてもらえばそれで大丈夫です。はい、で、このファイル名変えるっていうのは、まあ、ちょっと地味な作業なんですけど結構大事で、どの実験がどのファイルかっていうのを対応付けるために次のツールでこの名前を使うので、ここで名前をちゃんと変えておくっていうのは大事なことです。でこれしないとこの後の R のところでつまずいてわけわかんないことになるので、わざわざここにも書いてます。で次にそのトップハットが作っているチームが公開しているカフリンクスっていうものを使って発言量に変換します。でカフリンクスっていうのはなんかいろんな発言解析の便利ツールが入っているソフトなんですけど、その中にカフリフっていうコマンドがあります。でそれを使って発現量の定量と追演にはそのサンプルとコントロール間の発現差の計算っていうのもしてくれます。でここもなんかいろいろオプションの説明書いてるんですが、コマンドとしてはこうです。でいろいろちょっと長く書いてあるから大変かなと思うんですけど、基本的にこれも読み方を見てあとはカフリで使えるはずです。まずさっきと同じようにこのカフリフっていうのを、指定して、その後に CPU の間、今回は24個使うんですけど、この計算結構重いのでたくさん多めに使ってますけど、少ないマシンで何日もかけてゆっくりやってもこの試験にやります。で、ここでは何をしているかというと、発現、マウスで発現する遺伝子のリストっていうのがあるわけですね、データベースで。遺伝子の構造とその配列がある。でそれに対してリード、その遺伝子ごとにどのくらいのリードがあったかっていうのを
カウントしてあげようという発想です。でここではこのカフディフって何列かに書かれてるんですか。これ1行で書いても複数行で書いても同じ結果ですけども、これに対して、先ほどのサンプルコントロールっていうのをこう順番にコマンドの後ろに書いてあげるだけです。でポイントはこの同じサンプルって書いてるもの、これは N3 のサンプルってことなんですけど、 N3 のサンプルと、コントロールがある。でその N3 のものに関してはこういうカンマで区切ってあげて、サンプルコントロールって違うものはこうスペースで区切る、まあ、僕の場合は改行になっちゃってますけど、スペースで区切ってあげればいいというのだけを気をつけてあげればいいです。つまりカンマで一塊っていうのを表現していく。そうすると発言差をこの一塊同士で計算してくるわけです。で他のオプションを説明しますけど、どこに保存するかっていう、ここではリザルツっていうディレクトリ、これの中にデータを保存してます。で、このラージ L ってオプションなんですけど、これは先ほどファイル名変えたと思うんですけど、ファイル名実験のニックネームですねを指定していく。ここは全部カンマで区切って大丈夫なので、こういう形で書いていく。で、Unix コマンドを打つっていうのはここまでで、基本的にはなんかこういう Unix コマンドの画面があったらそこにコピペして実行すれば計算が始まる。今このマシンにはちょっとプリンツ入ってないので走らないんですけど、こうやってコピペすれば動くってことですね。で、これ今どのぐらいかな、6サンプル3000万リードで 24CPU で一晩かかるかかからないかぐらいですかね。の計算になります。で、例えば自分のシーケンサーを持ってなくて外注しましたっていう場合は、このマッピングまで終わってて、そのファイルが来るとか、ファーストQの段階でデータもらうとか、いろんなオプションがあると思うんですけど、マッピングまで終わってれば、そのままこのカフリンクスで計算するっていうステップだけ自分でやってしまえば、発言量のデータが使われます。でそうするとこの results っていうディレクトリのフォルダの中に、まあ、なんかよくわからないけどいろんなファイルがバーッとできて、遺伝子ごととかアイスフォームごととか、プロモーターの情報とかそういうのがいっぱいファイルができます。まあ、ちょっと説明忘れてたんですけど、リファレンスとなるそのトランスクリプトンの配列ですね、マウスの遺伝子構造のデータっていうのをここでは指定しています。でこのファイルどこから来たんだっていう話なんですけど、これはイルミナのアイゲノムっていうサイトがあるんですけど、イルミナが公開しています。でこれはカフリンクス配ってるところにイルミナのリンクを貼っといてくれて、そこをクリックするとさっきのファイルがダウンロードできるようになったので、ここをクリックすると非常に綺麗な状態になったデータがダウンロードできます。これを使うのを強くお勧めします。でここで必要なリファレンスにしたいマウスゲノム構造というのを取っています。でマウスの遺伝子構造のデータっていろんなものがあって、ここではアンサンブルっていうデータセットを使ってるんですけど、レフセックとか好みによって使いたいセットが違うと思うんですが、それも一通りここに入っているので、これを眺めてみたらいいと思います。はい。で多分最後の Unix コマンドが出てきて、ここからは R の話になります。でカフリンクスで計算したデータ、カフディフで計算した
データを R で取り扱うっていうパッケージがやっぱりあのカフリンクスとかトップアップを使っているチームから公開されていて、あの非常に使いやすいいいパッケージで、これをあのインストールするんですけど、あの先ほど の, あのバイオコンダクターの中に入っていて、バイオシーライトっていう先のコマンドがありますよね。あれでインストールが可能です。ただあのシーケンスの解析 の, あの分野というのは日々あの新しい方法とか新しいツールが出てきてどんどん更新されているので、新しいバージョン の, あのパッケージを取ってくることをお勧めします。でここではそのインストールの方法を書いているんですけど、今の最新が 1.20 っていうバージョンなんですけど、これはあの、キャメルバンドっていうんですかね、このパッケージのサイトに行ってあのブラウザでダウンロードしてきてもいいんですけど、 Unix の場合はこうやってダウンロードすると1秒で取ってくるので、まあ、ここはあの普通にブラウザで取ってきてもらって大丈夫です。これをなんかどっかのディレクトリーに入れたらこういう R のコマンドを使ってインストールできます。で、これがちょっと難しいよっていう人は、R スタジオ の, あのメニューが上に出てくると思うんですけど、あれ R スタジオを起動してもらって、メニューの中にツールズっていうメニューがあります。でそのツールズメニューの中にインストールパッケージっていうところがあるので、多分そこからできるのかな。これでなんかファイルみたいなの、まあ、いろんなっちゃう。ファイルかな。多分メニューからやるやり方だと思うんですけど、ちょっと知らないのであの分かったら加筆しておきますけど、ここであのインストールパッケージであの保存したファイルを指定すればインストールができます。であの詳しくはあのヘルプでインストールパッケージのヘルプを見ればファイルからのインストールのやり方が書いてあるのでそれを見てもらえると。で、ここまで、R スタジオのやり方書いてあるわ、自分で。いや、ツールズインストールパッケージ、インストールのパッケージアーカイブファイルというのを選ぶんですね。で、ダウンロードしたファイルを指定するファイル。で、ここでの思い出しが、ここでのポイントは、例えば Mac なら Mac 用のパッケージとか Windows なら Windows 用のパッケージというのが公式サイトに置いてあるので、自分の OS に合わせたファイルを落としてきてインストールするのが、する必要があります。はい。で、ここまでの解析に関しては計算量もちょっと多いですし、例えば外注でカフリフまでしてくださいとか、コラボレーターにそこまでしてくださいと。で、その後のデータを見たりだとか、自分の好きな遺伝子を検索したいだとか、そこは自分でもちょっとやってみたいですよという状況の場合は、そのカフリフまでしてもらって、そのファイルをもらって、ここから R でちょこちょこやれば、論文のフィグぐらいのところまでは自分でできるようになると。で、カフリフのデータをもらったり自分で計算した後から R でどうするかっていう話を始めます。で、先ほどと同じようにインストールが正常に終了していれば、ライブラリパッケージ名を指定してライブラリ関数で読み込むことができます。
読み込むとなんかこういろいろメッセージが出てくるんですけど、これでワークスペース内でこの機能が一通り展開されています。で今回あの実験データをあのデモ用のデータとしてこのパッケージがデモデータを提供してくれているので今回はそれをあの使ってやっていきます。でそのデモデータはどこに保存されているかということなんですけど、このシステム .file っていう関数は何をしているかっていうと、このパッケージがインストールされた先をあの探してくる関数です。これはあのこのパッケージのインストール先を探してきて、その下のエクストデータというフォルダがどこにありますかっていうのを問い合わせています。そうすると僕今 Mac なんですけど、 Mac の環境ですとこのライブラリーフレームワークスなんたらかんたらと長いフォルダ名になってきて、最後にこのライブラリーパッケージ名エクストデータっていうパスが刺してあります。でこの中に、カフリフのデータを少しあの小さくしたものをが置いてあります。でカフリフじゃない、このパッケージのインストールが正常に終わっていれば皆さんのディレクトリにもそれが入っているはずなので、今からやることが多分全部再現できるはずです。でその中に、cafdiff.db というファイルがあって、それがあの cafdiff のデータになっていますけど、それを読み込むにはこの cafdiff のデータがあるところを、指定してあげると、これじゃうまくいかないですよね。 dir にそうするとカフリフの入っているディレクトリが入るので、リードカフリンクスっていう関数がさっきのパッケージで提供されているので、これを押すと何も言ってこない。でこのカフリフみたいなカフっていう変数何かっていうと、イズでやるとさっき紹介していないこのカフセットっていうデータ構造になって、これがそのパッケージが関数だけを提供してるんじゃなくて、発言量を持つのにすごいデータ構造というのを自作してそれを提供していると思います。でそのデータ構造がカフセットっていうものになっています。なのでこのカフセットだったら使えるぜっていう関数だったら何でもこのデータに提供することができるわけです。逆に言うとマトリックスとかデータフレームを前提の関数っていうのはこのカフセットだと計算できる場合もあるし、できない場合も出てきてしまいます。で、サマリー関数っていうのを使ってこう中身どうなっているかというと、なんかいろいろデータセットの大きさについて情報が出てきたり、そのままカフって打つとその中身がどうなっているかのリストが出てきます。これも講義資料の方に書いてると思うんですけど、サンプルが3、この場合は3つで、電子が400個、で電子のアイスフォームが1200個、で TSS トランスクリプトスタートサイトの情報とか、そういうプロモーターの情報とか、そういうのがなんかセットになって入ってるっていうデータ構造。で普通遺伝子が400個ってことはありえなくて、マウスだったら、3万とか4万とかのデータってあると思うんですけど、今回はちょっとデータを小さくしてあります。はい、でこのカフセットっていうデータ構造から情報を取り出すわけですけど、まず遺伝子ごとの発現量を見たいので、まず遺伝子ごとのセットを取り出します。そうすると、
400個あるって言ったので、400個のデータが出てくるはずですね。ちょっと上に行きます。はい。そうすると、こういうのですね。なんか400個の遺伝子を持った3つのサンプルのデータですか。で、じゃあ、しつこいですけど、いつでデータ構造を見ると、今度は CAF データというデータ構造になります。遺伝子ごとのデータを持つのは、なんかこの CAF データってものなんだなっていうのが、ここで想像できるわけです。で、まあ、まず、どういう流れでやるかというと、実験したらグローバルの統計情報をまず取ります。で、実験がうまくいってるかとか、そこから知識が取り出せそうかっていう確認をまずして、それでダメならもう実験し直すか、しないといけない。で、次に個別の、ポジコンとかメガコンの情報を確認して、そのデータの確認をする。このセットがまずどんなデータか必要です。で、その後に、知識の探索。何か発見という解析をやる。まずそのグローバルな統計情報の話をします。で、まあ、よくやるのはデータ取ったら分布見なさいよって統計で習うと思うんですけど、まあ、それをまず見てみます。で、さっきの、この CAF データに対して CS 電子という関数を当てて、でこの電子っていう関数に変数に入れます。でこれをプロット関数に入れると、この右の方に分布が出てきます。で、ここが、発現量になっていて、0が低くて、6が発現が高い。今これ60になって、一目折りで1オーダーが得意です。で、こっちがその電子頻度があって、それぞれのサンプル。このデータは、iPS 細胞と人の iPS と人の ES 細胞と、あと ES 細胞とファイブロブラストっていう細胞の上で買わないとうまく買えないんですけど、その3つの細胞の発現量のデータです。でそれの400個の遺伝子の発現部分を見ると、まあ、こういう感じになってて、発現してない遺伝子がこうたくさんあるっていう、こういった分布と、その中でオンになっている遺伝子の分布っていうのはこういうふうになって、 RNSec の、基本的な分布っていうのはこういう2つの分布の、混合分布みたいなデータになってます。なのでこのデータを見て、こっち側がほとんどなかったら多分そのデータはうまくいってないっていうふうに判断して大丈夫。で今サンプルが N3 あったはずなんですけど、それがこうバラバラになっちゃって、クオリティチェックとしてはそれではよろしくないので、こういう形でリプリケーションっていうのが入ってるんですけど、こうやると N2 でしたね、 N2 ずつになってて、それを別々の色で書いてます。で N がそれぞれ他の実験群に対して似たようなことになってる感じのここで。まあ、こういったデンシティプロットの他によく使われるのはボックスプロットっていうやつで、これもさっきと同じように CAF データっていうデータ構造に対してボックスプロットって関数を入れて、今回はちょっとプリントっていう関数を使ってますけど、これをすると、こういった図になります。で、それぞれの平均とかそのばらつき具合というのが可視化できると思います。なんかファイブロブラストはこう
発言が高いのか低いのかバリエーションがありそうだとか、あと平均が揃あんまり 揃ってなければそのままは比較できないので正規化しないといけないとか、まあ、そういったことをここで判断します。でこれもさっきと同じオプションをつけるとこういうふうに実験ごとに書くことができて、さっきのデンシティプロットだと重なってよく分からなかったと思うんですけど、これだとこうよりはっきり分かるわけです。で今スケールが、下がマイナスになっているかな、なのでちょっと下まであるんですけど、こういう形のプロットが書けます。ちょっとパイブロクラストのデータあんま良くないかなという気がしますね。で、まあ、次に大事なのはここから、生物学的な差がちゃんと取れそうかっていうことで、よくやるのはサンプル間クラスタリングというのをやります。まあ、何を意味しているかっていうと、そのサンプルの繰り返しの差が生物学的な差を超えないかっていうのを確認する必要があります。こういう形で要は iPS と ES と似ているはずですよね。ES 用になるように柔らか4ファクターという現象を入れてあげているわけですから、ここは似ていて、ファイブロブラストは全然違うよと、こういうふうになるのを、まあ、期待しているわけです。なのでデータからもそうなるかというのを確認する必要がある。でこれがこうならない、例えばファイブロブラストこっち入っちゃって ES が外に出ちゃったみたいなデータだったらもう多分諦めて別の実験データを取りに行くかデザインをしないといけないと思います。あるいはサンプルの取り違いとかそういうのをここで疑うと。だからこのクラスタリングする点が非常に大事なんです。最後にそれが結局一つ一つの遺伝子でどうなっているかっていうのをある程度把握するためによく使われるのが、スキャッタープロットっていうやつで、こっちに例えばES 細胞、こっちにファイルを取って発現量がどのぐらいこうコリレートしているかっていうのを観察する。でこれで iPS、ES したときはこの一個一個の遺伝子点外遺伝子ですけど、これがあまりバラついてなくてファイブロと比べるとこうバーッと広がっているとか、そういうのを、チェックする。でこれでそのグローバルな統計情報でデータの評価っていうのをした後に、次に大事なのは RNA-seq なのでサンプル取ったら qPCR でポジティブコントロールとかネガティブコントロールのチェックを必ずしているはずです。でその遺伝子が何かっていうのを事前に実験する人に聞いておいたりとか、まあ、自分で実験してればどの遺伝子か分かっていると思うので、その遺伝子がネガコンなら差がないし、ポジコンなら差があるということを確認します。で、まあ、グローバルな差を超えてれば、大体ここはクリアできると思うんですけども、それを今からやります。で、ここではそのポジコンの遺伝子セットっていうのが、このパッケージで用意されて、でそれを読み込む関数がデータっていうのでこのサンプルデータっていうもので読み込むことができます。これでメモリー上にまたワークスペース上にポジコンとネガコンのセットが展開されています。で具体的にそのどこに
そういう情報があるかというと、メモリー上にこのサンプル IDs って変数が用意されています。で今それを、名前を変えてるだけなんですけど mygenset.ids というものにしています。でなんかよくわかんないのに出てきたぞってなったらそのまま見たり is をすればこういう xlock なんとかっていう遺伝子の ID でいわゆるローカスリンクっていうタブレスが出ますよ。その ID ですけどが入ってる。で、図で見ると、まあ、何のことはないベクターで中身が全部キャラクターのデータが、パッケージに保存されてたというだけです。でそれを今取り出してきます。で例えば自分の実験だったらここにさっきベクター作ったと思うんですけどそれで遺伝子 ID を入力すればいいんだけど。で次は、その遺伝子を取り出したいわけです。ちょっと早くて分かんない。こういう、ゲットジーンズで、さっきももともと最初に作ったカフセットのデータセットですね。カフっていうのを指定して、その後に ID のリストのベクターを指定してます。でこの関数でそれを取り出したものをこの中に入れましょうで何か新しい関数で何かしたら中身を見たりリーズします。そうすると何、かこうスロットってなってこのベクターコードは核人員セットで何か遺伝セットを保存しておく便利なその中に、まあ、いろいろな情報が入っているんだなというのが分かります。でパッケージの便利なところはこのデータ構造のことを詳しく知らなくても、このカフジンセットっていうのを前提とした関数をいろいろ提供しているのでそれを使っておけばいいわけです。例えばこのジーンセットだけで、まあ、ポジコのリストだけでクラスタリングしてもやっぱちゃんとこう、まあ、当然ですよねよりこうなりやすいと思うんですけど全体でならないくてもポジコでこうなったらもうちょっとデータ触ってみようかなって気がちょっとここで復活するかもしれないので、まあ、これやってみるといいで、まあ、発言解析といえばみんな大好きなヒートマップっていう可視化の手法があると思うんですけど、まあ、こういうふうに、今何をしたかというとこの CS ヒートマップっていうのにさっきの人セット取り出した人セットを指定してその後にクラスタードットボースって書いてある、まあ、これクラスタリングのオプションですね。遺伝子方向と発現方向両方でクラスタリングするっていうんですけどこうしてでそれをコミットします。そうするとこっちにこう遺伝子さっきのポジコンのリストが ID と遺伝子のシンボルこれ出てこないとイメージつかないからこれ出せってよく言われると思うんですけど解析それもなんかうまい具合に出してくれます。でこっち側にサンプルがあってで、この色が、赤くなる、まあ、赤くなると発現が高いという状態です。で、この遺伝子はこのサンプルではこういう状態だし、この遺伝子はこのサンプルではこういう状態というような数になります。これもなんか次世代シーケンサーの論文でよく見たことあるような図だと思うんですけど、この多分パッケージを使って書いて。先ほどの繰り返しなんですけどもリプリケーションのある実験の場合は平均で出力するんじゃなくて
が2コマ。それぞれのサンプルを独立に表示したいっていうのも、あのさっきと同じようなこのリプリケーションっていうのを、T っていうのは、true ってことですけども、指定するとこういうサンプルごとに出てくる。論文の時は平均で出したいけど、あの現場ではこれでちゃんと評価したいみたいな時があると思うんですけど、まあそういう時に使う。大体こう揃ってますよね。3本の線に目をこう重ねると見えるような。まあ大体は載っけてる実験なんじゃないでしょうか。はい。で、まあヒートマップ綺麗で、あのすごいあのみんな書きたがるんですけど、まあ正直それぞれの遺伝子がどういうプロファイルしてるかってあんまり。よくわからないですよね。なので、あのしっかりこういうバープロットを書くっていうのも大切で、それぞれの遺伝子ごとに3つのサンプルに対してどういう発現があるかっていうのが、まあ、今回の場合はリプリケーションをずっとつけてないので、遺伝子ごとに平均されてこうエラーバーが出てきます。まあ、2でエラーバー書いてる。感じはするんですけど、まあ、オミックスの業界では2でも書くっていう、書かないと論文でも怒られるし、なんか変な世界ですけど、まあ、一応書いてくれます。で、あの、まあ本当はそのエラーバーを書くんじゃなくてリプリケーションズをトゥルーにして一個一個バー書けばいいと思うんですけど、その方がダイレクトにデータを表示してるので、そっちの方が本当は正しいんですけど、で、まあ、次は、まあ、なんていうんですかね、ドットプロットっていうか、それぞれの発言がどのぐらいあったかっていうのをいっぺんにこの一つの線に書いて、でそれを色付きの線で結んで どの遺伝子がどれだったかっていうのをまあ書いて、でバーで書くより、まあ、差がこう際立って見えるっていうので、まあ、こういうあの書き方をする場合もあります。で、ここまでで、まあ、あのポジコンがいい具合に発現してて、あのミラーコンはほとんど変わってなくて、グローバルな、結果も悪くないと。そしたら何かここから発見したいというふうになると思うんですけど、こういった多変量の解析でやれることっていうのは、まあ、そのケースによっていろいろあるんですけど、まあ、簡単に言うと、いくつかの解析に絞ることがあります。一つは、バイオロジカルの差が有利に出てくる。もう一つは、自分の知ってる遺伝子とか知ってるパターンに似てるものがないか。で、三つ目は、何か知らんけど、そのデータがどういったデータプロファイル、形をしているかにこう自動的に呼び分け、分類とかクラスタリングって言われているので、まあ、この三つをまず最初にやってみて、でそれ以上必要な解析があったら、なんかやってみるってことだと思うんですけど、その最低限3つの解析っていうのは、このパッケージで簡単にできます。で、最後にそれを紹介して、今日は、終了したいかなと。で、まずそのサンプル間で違いがあるかっていうのは、それぞれ の平均の差を検定するっていうような統計を使えばいいと思うんですけど、そういったものが、すでに次世代シーケンサー用にいろいろ検定をする難しい問題があるんですけど、そういうのをいろいろもう解決してくれた簡単な関数があるので、とりあえずまあこれを使ったっていうふうに論文のメソッドで、書けば、まあ、まあ許してくれるレベルですね。でそれがこういった関数
さっき の, あの最初の花粉セットっていうデータに対して、遺伝子ごとに計算してください。で関数はゲットし、まあ、シグニフィカントに違う遺伝子を取れっていう意味の関数だと思うんですけど、それをこういうのに入れてます。で、そうすると新しい関数というか知らない関数だったらデータを見るのと、データをこう、その名前を知っておいた方が返ってきてるのは、なんかただのベクターでキャラクターですね。つまり優位だった遺伝子のリストが出てきた。でそれに対してこっちの関数は何をするかっていうと、ちょっとこれもいいかな。なんかこうずらっと。どの組織で優位だったのかっていうのを0、1で多分出してくると思うんですけど、これは、マトリックスっていうデータで返ってきている。そうすると一列目が取れるわけです。だから普通のマトリックス、まあ、有意な遺伝子のリストが組織ごとにデータとして出てくる。まではそういうことが説明されています。で、まあどういう統計原理で統計の手法で取られているかというのはここに書いてあるので、これを読んでいただければと思います。で次はこの遺伝子がどういうパターンに分類されるかというのを、解析してみます。これは何をしたかっていうと、クラスターっていうので遺伝子セットを与えて、クラスターの数、まあ、4つだとしましょう。で4つに分けた時にどの遺伝子が、どういったパターンで4つに分かれるかっていうのを解析する。多変量解析のことを知っている人は K-means っていう名前で知っていると思うんですけど、 K-means っていう解析をしています。で、同じようになんか出てますね、解析というか。で、リスト型のデータが解析。つまり、リストの一個一個に解析結果が順々に入っていると。これは異なるデータの種類を入れられるので、解析結果っていうのはよくリストで書いてくることがあります。で、まあ分かれたんだったらそれ見たいよねってなるわけですけど、もちろんプロットの関数も用意されていて、こうすると、4つに分けたので4つ1から4まで。でこれはなんかこうヒューマン ES で特異的に高いもの、でこれは iPS だけで高いもの、こういうの面白そうですよね、取ってくると。
でこの辺はあの、まあ、コンスタントに分かれて、まあ、4つに分けなくても良かったかなという気がしますね。この4番よく分かんない。もちろんあの県人数いろいろ限界があって、それぞれ の, あのクラスターの分散が同じじゃないといけないと、いろんな統計的な制限があるので、あのいろんな他のクラスタリングアルゴリズムが試されるということなんですけど、まあ、まず特化解として県人数やってみるとか、まあ、こういう QPCR して確かめたりとかしてみたくなりますよね。この位置とかさ、で、そうですね、最後にあの3つぐらいあるって言ったんですけど、ある遺伝子に似ているものを、もう1つあって、さっき言ったように、どっかの組織で特異的に発現しているっていうものを取ってきましょうっていうのも、特別の関数が用意されています。でこうすると、スペシフィックに発現している遺伝子を取ってきてこの中に入れてます。で、データとしてはこういうような、どの組織でどのぐらいスペシフィックがあるかみたいな数字に置き換わってます。で、この数字は、1に近づくとその組織で特異性が高いというようなデータで、これなんかは iPS で特異的に発現してそうですよね。で、自分の知ってる遺伝子の発現パターンに似たものを取りたいっていうこともあります。でこれが最後かな。基本的になんか発現パターンが似ていると同じような制御を受けているので同じ機能とかパスウェイに入っているんじゃないかっていう推論をするっていう考え方があります。あのギルトバイアソシエーションといってなんか似てれば仲間っていうような考え方というのは、情報の少ないバイオインフォームスではよく使われる考え方で、発現解析に関しても似た発現パターンを集めてきて機能は似てないかを調べるといったらよくやります。で、まあ、それも簡単にできる関数があって、ここでは、こういった遺伝子名を指定して、でこのデータに対して計算をします。で N って書いてあるのはこの答えに似たものがなんか数万個あったらデータ書いてても実験できないのでトップ20出しなさいみたいなことで20っていうのを指定して、で、そうするとこういうデータに、また人生と形でデータが出てきて、この中身を見てあげると、人生との形をしているので、そのリストが出てきます。でもちろんこの数値のデータを見ててもいいんですけど、やっぱり同じようにプロットしてあげて、肝心のこれを計算してます。まあ遺伝子数少ないので一瞬でこの MacBook Air の一瞬で終わります。でさっきのはファイブロで出てるような遺伝子だったんですけど、まあ、大体ファイブロで高くてこういう L 字型の発現パターンが発現レベルに関わらず取れている。
そういう回線ですね。で、今は何か遺伝子知ってる遺伝子をテンプレートにして検索したんですけど、なんか例えばここで取りたいのは iPS 得意的な遺伝子で、 iPS 得意的な遺伝子って、まあ、あんまり知らないですね皆さん。でそういうものを新規に取りたい場合は何かの遺伝子をテンプレートにはできないので、自分でこう人工的に作った発現データに対して似てるかっていうことを検索したい場合もある。でそういう時はこういうふうにベクターで発現量、なんか適当な数値でいいと思うんですけど、数値を入れてここだけこうオフ、これはファイブルと IPS だけで出てて ES で出てないっていうものを探そうっていうシチュエーションですけど、こういうものをテンプレートとして作って、シミラリティを計算するステップがここ飛んでますけど、さっきのシミラリティを計算する関数、ここですね、ここの部分を遺伝子名じゃなくてさっきの、自分で作ったプロファイルに変えると同じことができて、同じようなこういうプロットを作ることができます。でこれで、基本的なデータ探索の関数をいろいろ説明します。他にもいろいろ関数があったりとか、数値データになっているので、あるとあらゆる統計がこれに適用可能なわけですね。なので、これを一旦そのファイルに吐き出して別な解析ツールに使いたいとか、Excel でデータをくださいっていうグリッドの人によく言われると思うんですけど、そういった状態で渡したいとか、そういう場合もあると思います。で、そういう時はどうするかっていうのを最後に紹介します。で、この全ての人セット、カフっていうのを最初に作って、カフセットを作って、その後遺伝子レベルの発現、遺伝、ジーンズっていう関数を取り出したっていうのが最初のステップだと思うんですけど、それを FPKM マトリックスっていう関数に入れて、入れてあげると、データフレームに全発現データが出力されます。で、中身もちょっと見てみます。たくさん遺伝子400個あるので、最初の何個かを見るためにヘッドっていう関数があるので、それを使っています。そうするとこの最初の何行かだけ出るんですけど、遺伝子、組織でそれぞれにこの発現量が入っているというテーブルが作られます。で例えばこのデータをログ10に変換して解析するっていうのがよく使われるんですけど、発現マイクロアレイと違ってタグカウントリードは0っていうことがあって、発現量は0っていう数字があるので、ログに変換するのは0だとできないので、よくやるのは FPKM の値に FPKM っていうのは発現量です、ね、発現量に1足して60というのはよくやられています、まあ、これいいかどうかよくわかんないですけど、一応風習としてされて、でこういうふうに作って、まあ、同じことです、ね、見るともう少しこういうなんか指数じゃなくてもう少し大きい値のデータになります。で、これをR のところで次に学んだらいいんじゃないかと言ってた、そのライトテールとか出力するような関数を使って Excel とかにエクスポートすることが可能です。もちろん R の中で他のパッケージを使ってより高度な解析というのも可能。でまあ、以上でその RNSEC の、マッピング発現定量5から R でどうやってデータ解析をするかということを、説明してきました。で、まあ、次に何を学べばいいかということなんですけど、やっぱりその R に持っていくまでのところの話はあまり入ってないんですけど、そこにも結構重要なノウハウがあって、R の話ではなくて RNSEC の話として言えば、いくつかやらないといけないことがあります。それはそのシーケンスの端っこにつけた配列が混じってくるとマッピングがうまくいかないので、それを取り除してあげるだとか、
もともとそのシーケンスのエラーが多いリードは除いてあげるとか、まあ、そういったこともしている。あとはシーケンスのクオリティが全体的に低い場合はシーケンサーのマシンがおかしい場合が入ってて、そういう評価というのを事前にしてあげる必要があります。でそれももちろん R でもできるしフリーのツールでもできます。で紹介してないんですけどそこは重要です。で RNAseq の場合は、トータル RNA からメッセンジャー RNA だけを読んでるんですけども、トータル RNA のほとんどはリボゾーマル RNA なのでそのまま読んでしまうとリボゾーマルの配列だけしか出てこない。でその中の数パーセントのメッセンジャー RNA だけを取り出しているんですけど、この RNAseq をするときにリボゾーマルがきれいに取れてない場合は、必要なスペック分だけのリードが取れない場合があるので、このリボゾーマル RNA はどのぐらいコンタミしたかっていうのを実験にフィードバックするというのも結構大事で、そういった計算を、RNA を解く前にしておくっていうのも大事です。で今回発現量の定量のところでカフリンクスっていうのを使ったんですけど、他にもいろいろなその考え方があって、発現量に直すんじゃなくて生のリード数でいろいろな計算をした方がいいって言ってる人たちもいるし、いろんな手法が提案されている。で、バイオインフォマティクスとか NGS の解析でツールがたくさんあるのはそういう意味で、統計的にいろいろな考え方があって、こういう数値化をした方がいいっていう、まあ、流派がたくさんあるんですね。でそのためにツールもいろいろ増えている。今回紹介したもの以外にももっと別なものがいいって言ってる人たちもいるので、そういうのはだいたい R の中で研究されるで実装されているので、 R が使えればそれらのデータの解析もできると思います。まあ、あとはマッピングした時にそのままデータを今回使ったんですけど、マストがヒトゲノムの半分ぐらいはリピート配列なので、リピートのところに落ちるとどこにマップしたらいいかわからないというものがたくさん出てくる。そういうものは覗いてしまってから解析した方がいいという場合も多いので、そういう処理についても今回は説明したんですけど、実際は必要になると思います。で、この後の工事解析でよくあるのが、昨日もちょっと出てたと思うんですけど、結句のパスウェイだとか、遺伝子の機能の用語集であるジーンオントロジーというものが優位にそのどういうものが品質するかみたいな解析ってよくやるんですけども、そういったものも、R で実装されているものがたくさんあるので、さっきの ID リストを取り出してそういう関数に落としてあげるとそういう解析はすぐできます。でそういうのが必要な場合はそういうバイオコンダクターのパッケージを取ってくるといいと思います。はい、で最後にまとめなんですけど、今回その前半に紹介したさまざまなファイルっていうのも R で実はいろいろマニピュレートできて、今回はそれについてあまり紹介してないっていうのと、配列が出てくる機械のデータも配列を見る機会はほとんどなかった、配列そのものを、解析するということも R で自在にできます。でチップセックのところでは少しそういうことも書いてあるので、興味ある人はそっちを見てもらえばいいかなと思います。で、まあ、今回は、これ僕が作ったわけではなくて、僕、こういうソフトを利用してその使い方を紹介したと。で、こういった流れで使ったらどうですかっていう話を今日はしてきました。はい、でちょっとチップセックのところまでいかなかったんですけども、今日は、R とバイオコンタクターの使い方と R、RNAseq の実践的な例として、紹介させていただきました。何か質問があれば資料そのままずっと公開しておくので、メールなりで問い合わせて聞いていただければと思います。以上、すいませんちょっと伸びちゃって。